工作配列法とは、お互いに関連する二つの節を、より大きな山を生むために、その構造を反転させる、集字技法のこと。つまり、二つの節は逆転したパラレリズムで表される。工作配列法は、特に、ラテン語文学で人気があり、テキスト中のバランス、順序を、はっきり表現するために使われた。聖書のギリシア語、ヘブライ語のテキストにも、 長文で複雑な工作配列法が多数含まれている。今日、工作配列法は交差する構造に対して幅広く適用されている。しかし、古典修辞学では工作配列法は類似した他の修辞技法、例えば統治反復法と区別されてきた。古典修辞学における工作配列法という言葉は同じ語や句の繰り返しではない。 文の文法的構造、または概念を逆転させる構造に対して用いられた。工作配列法の概念は、物語や、月記のモチーフにも適用されたことがあり、そうして生まれたのが、カイアスティックストラクチャーである。簡単な工作配列法の要素はしばしば、アバ形式と呼ばれる。A、B は、文法、語、意味に該当する。二行目の、ドーツと、 ストロングリーラブズは同じ意味を分け合い、ダウツ、サスペクツを取り囲んでいる。愛、疑うとすると、アバの構造になる。工作配列法は黄金修行の代用形式として、ラテン語詞でよく使われたが、それ以上に3分の中に見つけることができる。セネカ・トゥエステスジューキケロの詩人アルキアース弁護に使われた工作配列法はかなり複雑で、 アブブは不定種の動詞、不定詞の動縮、不定詞の動縮、不定詞の動縮、動詞という構造になっている。ショープリニュースも、書簡の中で、しきりに工作配列法を使っている。次に挙げるのは、おじで岐阜の大プリニュースの死について書かれた手紙で、他人を救うため危険な場所に進んでゆく大プリニュースを、叙述したものである。ここで、ショープリニュースは、動詞の、フェスティノットと、 奮闘、フントを工作配列法の外側に、福祉のイルークアンでを真ん中に置いている。他人がそこから逃げていたところへ急いだという意味になる。次に挙げるものは、工作配列法の例として、現代の注釈者たちがよく引用するものだが、古典修辞学では統治反復法と定義されるものである。工作配列法は、有名な表現への言及を、 暗黙のうちに含ませることもできる。工作配列法はこの変換に限定されない。文字、または音節の変換を含むこともできる。リバーシブルレーンコートセンテン点セストはカルビンとリリンが導入した砕けた工作配列法の用語で特に政治演説作家の中で使われている。タイムフライズ・ウェン・ユー・ア・ハビング・ファン・アット・ウィクショナリー日本語版。ありがとうございます。